調子はどう？そのスーツ知ってる？あの地下に住んでる人だ。ああ、you
何が起こったんだ。まだここに来たばかりなんで、事故。あなたとは初めて会うわね。何か手を貸せることはある？あんた、ちょうどいい時に来てくれたわ。少しお時間をお借りしてもいいですか、マダム。少しなら時間はある。ここまでの旅を通して情報収集に力を入れてきました。それで自己診断したところ厳しい結論に達しました。私の科学的進歩を妨げていたのはデータ不足や共同研究の少なさではないのです。これまでに偉大なロボット科学者はいませんでした。これは避けられない現実なのです。今やっている研究はそんなに悪くないはず。優しいお言葉です。ですが何かが変わらなければ、努力し続けても停滞は免れません。アインシュタインや私の名前の由来となったキュリーなど、歴史上の偉大なる科学の賢人たちはローデータの解析能力以上の何かを持っていました。彼らにはひらめきがあったのです。この神出鬼没の創造性こそ手に入れなければならないのです。それでどうするつもり？この不思議な世界で医学の知識を深めるには大冒険に出るしかありません。人間もしくはできるだけそれに近い存在にならなければいけません。私の全てを人間の脳にダウンロードする方法を見つけなければ。助けてくれるかもしれない人を知っている。ドクターアマリオ、お願いします。彼女と会って話さなければいけません。不可能な目標かもしれませんけど、追求しなければならないのです。Thank you.
官がするべきことだ。
たちはかっこいい。私の主要目的は戦闘ではありません。敵の皆様は処分されて攻撃しようとしています。戦闘は必要のようです。地上の世界は分かりにくいですね。隠れていればいいさ、バカめ。